現場では今朝事件が発生した時間帯に合わせて警察が目撃情報がないか聞き取りました。この事件は昨日午前6時半過ぎ、会津若松市朝日町の駐車場で近くに住む石山貞さんが頭から血を流し倒れているのが見つかり、その後死亡したもので、警察がひき逃げ事件とみて捜査しています。捜査関係者によりますと、血痕とタイヤ痕などから車は駐車場から西側の道路に逃走したとみられています。また石山さんの体に残された傷と骨折の状況から、かがんでいる状況などで後ろから引かれ乗り上げられた可能性があるということです。警察は今日遺体を司法解剖して事故と死因との関係を調べます。